皆さんこんにちは。今回は久しぶりに店の紹介をします。小さい売店からスタートして、そのうち地下の大きめの部屋に引っ越したこのアニメショップは、拡大して今ボロネジの中心に移動しました。それはアニメショップヘッピです。皆さんこんにちは。今日はボロネジに一番長く存在しているアニメショップに行きます。これです。ハッピーという店です。ちょうどこの前新しい場所に引っ越したばかりなので、それを見に行きましょう。新しい場所を、はい、行きましょう。はい、着きました。中に入りましょう。うわー、思ったより広い。すごいですね。一番最初の店を見たことがありますけど、それでも大きいと思いましたが、これは見てくださいよ。すごい、こんなに大きいとは驚きですね。おお、ゆっくり回りましょう皆さん。お、入り口のところにロッカーがありますね。荷物を預けて手ぶらでゆっくり見られるのすごくいいですね。おお、これだけいろいろなグッズが多いですね。抱き枕やただのぬいぐるみと、いろんなコスプレの洋服、いや、まあコスプレかな。あとフィギュアもいっぱいですね。いろいろなアニメの。すごい、ここもいろいろなポスターが貼ってありますね。すごい、ちょっと日本のアニメショップ、秋葉とかのやつに似てますね、本当に。おーい、あとここは見えないんですけど、店員さんは羽織を着てます。はい、これすごいいいな。ここはシール ね、最近シールはすごく人気で、ここもさまざまなキャラクターのシールがありますね。とここお菓子とマグカップ。あとこの先見てください、これは全部漫画です。おーい、こんなにたくさんあるとは思いませんでしたね。もみじ発見、プラスチックだけど、はい、試着室もありました。何かコスプレを買うとき、ちゃんと似合うかどうか確認できますね。ぐるみも多いし、いいね、いろんなアクセサリーや靴下とか、あ、羽織もありました。最近普通の服としてよく着てるところを見かけます。いろいろな模様ですね。
こののれんをくぐると待合室に入ります。この店でできているグッズ以外、自由自在のイラストの T シャツ、カップ、文房具などを注文できます。すぐここで仕上げられるんですが、その間にこの部屋で快適に待つことができます。壁にジブリのキャラクターが映っていて、コーヒーサーバーもあって、コーヒーを飲みながらここに置いてある漫画を読むことができます。ポスターね、みんな100ルブル。で、パリピ孔明もありました。あとホロ、棚にどんな漫画が並んでいるか見てみましょう。私の大好きな850ルーブル。結構太いですね、ハードカーバーですね。全部ロシア語なんですけど、これは何の漫画か分かりますか？はい、見てみましょう。これで分かるかな。はい、フルメタルアルケミスト。あ、魔女の宅急便、ロシア語で。へえ、それまであった。高っ。750ルーブルって高い。鬼滅の刃もあります。でもただ1巻と3巻だけです。お菓子は中国と台湾のものが多いですが、日本の製品もあります。
社のアニメファンはバッジが大好きです。この品揃えでは大体の人気のアニメは代表されています。この店にすごい印象を与えられました。皆さんはどう思いますか？この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。